皆さんこんにちは。今日は肩のトレーニング合計6種目紹介していきたいと思います。フロント、サイド、リアと肩は3つに分かれるんで、それぞれ2種目ずつ今日はやっていきたいと思います。でまず1種目目、1種目目は肩がまだ元気なので、比較的高重量扱っていきたい。今日はこのスミスマシンを使ったショルダープレスからやっていきます。ショルダープレスで意識することは、肩甲骨を寄せたりせずに、ニュートラルな状態でシートに座ってあげて、で必ずこのバーの真下に肘を持ってきてあげる。肘を張った状態というよりは、ちょっと肘が体の前に来る状態で、そこでプレスしてあげると、そうすることでしっかり肩で上げれる、肩に負荷が乗りやすくなるんで、その辺を意識してやっていきます。あとこのスミスのショルダープレスでのバーの握る幅なんですけど、僕は大体下ろした時にこの前腕が地面に対して垂直なる位置で握ってます。あんまり狭すぎると三頭筋に入っちゃうし、逆に広すぎると可動域取れないんで、前腕が地面に対して垂直なる位置、これで握ってます。あともう一つは、きつくなってきても極力胸を張らないように、胸張っちゃうとこの大胸筋の上部で上げれてしまうんで、きつくなっても極力胸は張らずに、あくまで肩だけでプレスしてあげる意識、これでやってます。じゃあ2種目目、ここからレイズ系の種目やっていきます。で次もフロント狙っていきたいんで、ダンベルを使ったオルタネートのフロントレイズやっていきます。でオルタネートっていうのは交互にやっていくっていうような感じで、片方を上げて下ろした時に今度は反対を上げてあげる、そうすることで意識をその片方だけに集中できるんで、この肩で持ち上げてる意識っていうのをつけやすくする狙いがあります。これも意識としてはさっきのプレス系と一緒で、極力胸を張らない、胸を張ってレイズしてしまうと、この胸の力でレイズできてしまうんで、胸のトレーニングをやった後のフロントレイズだったら胸を張って、やることで、胸と肩両方鍛えるっていう方法でやったりもするんですけど、今日は肩だけの日なんで、極力肩だけを使ってやっていきたいので、胸は張らずにできるだけダンベルを遠くに運んであげる意識、これでやっていきます。フロント終わったんで、今度後ろのリアやっていきます。で1種目目このペックフライ、リアデルトフライに設定して、回数8回から10回ぐらいできる重さ。このリアデルトのマシンはもう軌道が固定されるんで、あまりフォーム、意識しなくてもしっかり軌道確保できて負荷入れることができるんで、その分ちょっと重量を重めに設定してやっていきたいと思います。でこのリアデルトのマシンのポイントは、こういう状態でフライ動作開いていくんで、この腕が地面と平行になるように、シートの高さを調整してあげると、グリップがあまりにも下の位置だと背中で引けちゃうし、上の方でやってしまうと、関節痛みやすくなっちゃうんで、僕は腕が地面と平行になるぐらいに設定してやっていってます。あともう一個このリアデルトフライで意識してることとしては、極力胸張らないように、胸張っちゃうと肩甲骨寄せやすくなっちゃって、結果背中に入りやすくなっちゃう、背中の力を借りやすくなっちゃうんで、僕はどちらかというとちょっと猫背を意識して肩を胸より前に出した状態で、そこで動作するようにしてます。この肩の位置が後ろに行かないように前の状態にキープして、そこで動作し上げる、この辺を意識してやってます。リアの2種目目、今度はダンベルとベンチ使ってリアレイズやっていきます。
で、ベンチの角度を1段階上げてるんですけど、これ特に意味はなくて、まあスタンディングでもいいんですけど、1段上げてる理由としては、まあ下ろした時にダンベルが地面についちゃわないように、1段階だけ上げてるっていう意味です。なのでダンベルが地面につかなければこのベンチ別にフラットでもいいし、逆に1段で地面についちゃう人、まあ腕の長い人とかはついちゃうと思うんで、まあもう1段階上げてあげて、やってもらったら大丈夫です。で、このリアレイズで意識してほしいのが、下ろすとき、レイズして下ろすときにまっすぐ下ろしていく、まあ、よくこういうふうに内に寄せていっちゃう人がいるんですけど、フライの軌道になっちゃうし負荷抜けやすいんで、真下に下ろしてあげて肘を天井に向かって真上に引いてあげる、まあ、この意識をつけるだけでこのリアの効きっていうのはだいぶ変わってくると思うんで、まあ、リアレイズはまっすぐの軌道を意識してやってもらったらいいかなと思います。じゃあリアも終わったんで、最後この横、サイドやっていきます。サイドに関してはもうサイドレイズ、インクラインサイドレイズになってくるんですけど、最近ちょっとやり方を変えていて、まずそのジムにある一番軽いダンベル、まあここだったら1キロ、まあ2キロとかでもいいんですけど、もうめちゃくちゃ軽いダンベルを持ってあげて、これで限界までサイドレイズをまず1セット目やっていきます。まあ1キロだったら僕の場合だいたい60回から80回ぐらいできるんですけど、もうそれでもう上げれなくなるまで1セット目やってあげて、1発目からパンプさせていく、そのパンプした状態を維持しながら2セット目3セット目4セット目とやっていくような感じです。まあサイドレイズだとだいたい8セットぐらいはやっていくんですけど、まず1セット目はこの軽いダンベルで限界までやっていきます。でその後に、まあ、20回ぐらいできる重さにセットして残りのセットやっていきます。まあ、今1キロのサイドレイズをやって、まあ、一気にパンプしたんで、このパンプが冷めないように、冷まさないように、インターバルももう45秒から1分ぐらいでサイドに関してはパパパッと回していきます。じゃあラスト、このケーブル使ってケーブルのサイドレイズやっていきます。ケーブルは戻したとこでも負荷が乗るっていう特性があるんで、しっかりストレッチを効かせる、このサイドでしっかりブレーキをかけながら下ろしていく、これを意識してラストちょっとハイレップ20回ぐらいできる重さでインターバル45秒回していきます。今日の肩のトレーニングはこれで以上です。まあ、フロント2種目、リア2種目、でサイド2種目、合計6種目やっていきました。今日は肩のトレーニング全部通して説明していったんですけど、まあ、フロントだけとか、リアだけとかサイドだけとかっていうのをまた別で動画上げたりしてるんで、よければ参考にしてみてください。皆さんもしこういう動画興味があったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バイ。